検証当選開封のギーやばい。マジやばい。なんか、封筒とかちっちゃいやつとか、あ、ちっちゃいやつとか開封するのを忘れてまた再び登場。あのね、なんだろうどこだっけなっ。結局、早く寝ようと思えば思うほど寝れないっていう。 何これあ、これもあるのか。やばいなすごかったよ。とにかくなんか。郵便、郵便とか荷物とか、やばかった、マジに。これもそうだ。で、なんか冷蔵庫がやばいので、ちょっとなんか、開封しようと思います。カルビーの大収穫祭は、3箱。 で、あとはなんかこの一番下のやつはあのねなんだっけなキユーピーのじゃがいもいやなんかすごいすごいやったーって感じじゃがいもジャガイモどうすんのこんなにいっぱいみたいなどうしようかななんかななんかそっぱなからなんかじゃがいもやべえなー

あのバターとかあと何だっけなんかいろいろバターとか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 あーでも今日は泡立ちちゃうの買わなかったななんかドリンクヨーグルトナチュラルヨシノのドリンクヨーグルトずいぶんなんかすごいなんか濃厚そうなヨーグルトこれ系なんか山浦系 とかっていうさ会社なんかでかいやつよりまあちっちゃいからマシみたいな感じあ長崎のうわすげえすげえ長崎の牛肉いやすげえ長崎すげえなんかあのなんか長崎の食材が今超冷蔵庫にいっぱいあるいや長崎の野菜って長崎の牛肉で 長崎マジ手がさ手がさ手がさ負傷してるんだよ手がどうしたのってちびすけに言われたんだけどあこういう状態わかる傷とか見せない方がいいのかな爪がさ割れて爪割れちゃった外出てる時に限って爪とかやば待って開かない爪とか外に出てる時に限って爪とかさ割れて あやば爪割れたと思ったら、なんか自力でさ、爪入いじゃうんだよ。ああ、ああ、金、くそー。なんか、くそーとか言っちゃダメですとか言われそうだけど。いや、なんかもうさ、ハサミないの、ハサミ。ハサミとか使って、あ、分かった分かった。でも多分これ、歯がないパターンじゃね。ああ、あったあった。なんかんかしね、ハサミとか使って、検証とかやって、 置いておくとチビスケが使うんだよなんかあの人なんかすごいなんかなんか勝手にいろんなのをなんか作ったりとかするからあなんでこれ木箱なの木箱木箱に入ってる肉何これいいあ肉だ肉やばっあっ木に入ってる肉 これ、カチカチ。これ、木箱からどうやってさ、あれすんだよみたいな。牛肉、牛肉結構来たよ、今回は。今回は牛肉が結構、減少では出てるんで、なんか牛肉とか豚肉とか、肉とか結構き来てる。やばい。だから冷凍庫がパンパン。やば。 すき焼き用だってどうしようこれ夜す夜すき焼きにするかなすき焼きえー、なんかあんますき焼き食べたくないっていうか今寝る前だからさ食べたくないのかもしれないから明日考えようすき焼きの肉だすき焼きの肉、うん、すき焼きの肉が結構あるあとはね 焼きの肉とか牛肉は結構多いんだけど食欲がそんなになかって肉食じゃないからさでこれ何これこれはんだろまたこれも肉あこれのこと言ってたんだ私話全然聞いてないからさあの 黒子さんの話全然聞いてないからあいつがなんかやたらとさなんかさニヤニヤしてながら近寄ってきたんだよなえな何ええこれ長崎だ何これすごい何これありがとうございますしつこいくらいありがとうございますが書いてあるよすごい長崎これも長崎ありがとうございます なんだろう。長崎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 って電話番号ゼロ九五なんだ。ええー。え。なにこれ。長崎って。長崎って福山雅治だよね。 ああ、魚だ、魚。魚。あ、やば。やば、これ。冷凍なのに、冷蔵にしてる。やば。あ、やば、これ。長崎の魚。長崎って魚ああ、そういえばなんか海あるっぽい感じ。っていうか、すごいなんか海あるっぽい感じとか言ったら、超なんか頭悪い人みたいな言い方なので。いや、海ありますよ、山。ね、山はじゃないや長崎。 いやすごい、長崎なんかすごいな。野菜とか。これさ、朝ごはんにさ、全部焼くって、ああ、なんかちょっともう、サバのみりんハーフ、みりん、りんことか書いてある、なんか、みりん、みりんとかない、なとりあえず魚最近、やうわぁ、やば、崩落した。 もう箱がさ多すぎて足の踏み場がなくてやばいよもうこれこうやってやばいよあとあとはちょっと待ってあとはなんかもすごいなんかいろいろ郵便物が多すぎて やばいあとはどれだあとは出せない出せないあああれもあったのにあああれもあったのにとか言って言ってこれだこれだよし見つけたよし見つけたやばいこれ籠城生活とかぜすごいできそうコカ・コーラキャンペーンあれこないだもコカ・コーラキャンペーンってやってなかったって うんそれとはまた別。だってこれ、まだ開けてないじゃん。で、カッターでどう開けるか。カッターで開ける。簡易書き留めで来ております。簡易書き留めで来てるコカ・コーラの、この間の、この間って言っても、私にとっては、ちょっと前なんだよね。ちょっと前。 なんかイオンの商品券だったような気がするんだけどハサミがどこだよハサミがこれはあえこれもイオンどここれあこれもイオンだすげえすげえ何これやべえきてるわ今きてる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 やっばっやっば何これ うわ、今、すげえ、なんかビビってきた、ビビって。いや、目が覚めた、マジに。うおー何これ、D 賞って。全然覚えてないんだけど。多分、イオン行かないから、ダイエーですよ。ダイエー。で、うち、コカ・コーラ、むちゃくちゃ当たるんだわ。それかマックスバリューで、で、うちは、私、最近コーラ飲まないんですよ。で、 ココカ・コーラゼロは全然好きじゃないんだけどとコカ・コーラはもうなんか甘すぎてなんか,なんか体が受け付けなくなってゼロはなんかすごい変な味がするからあんまり好きじゃなくてうちねコカ・コーラ社製品を買うとしたらちびすけが宗犬美茶を買ってた。 すっげーなんかダイエーで宗建美チャのペットボトルのやつを1ケース買った記憶があるななんかいやなんかそのその、うん、でそれねダイエーの駐車場はあのなんかとりあえずなんか水物を買っても私歩,歩いて買い物してるわけじゃないしチャリンコじゃないから。 車のトランクにもうすぐ即なんかカートからトランクに「はい」って積んでであれよあの一ケース買って家,家の前に横付けしてあれだよ台車でちびすけが家に運ぶか,なんかずっとトランクの中に入れといてい「持っていけないから」とか言ってなんか運んでもらうかとかいう感じなんでうーんまあ,あるっちゃあるんだよな。 1>, 1万円ってえ3000円プラス1万円ってことああ目が覚めたマジ目が覚めた開封の日やってよかったわいやなんかマジやばやばこれねイオンの商品券って多分お釣り出たような気がするんだけどでも私基本的にこういう商品券ってこれちょっとマジ株主優待よりすごくねマジに でお茶だだだっって必要だから買ったんちびすけがさ宗剣美茶飲む飲むから、うん、なんかルイボスティ嫌いみたいでコカ・コーラ社製品であってでなんかとりあえずカフェインあんまり取らないから宗剣美茶が良くてでなんかペットボトルね毎回毎回開封するの。 クソムカつくなっていうゴミが増えるんで子供だからあんまり量飲まないんだけど飲まないから1.5じゃなくて1.5の方が費用対効果はいいんだけどでも1.5だと飲みきらなくてでも毎日なんか水筒に詰めて持っていくためにお茶が必要でみたいな,なんか最近学校とかもお茶持っていくんだよ夏場とか、まあ、なんか。 なんだろうなんだ学校とかも、なんか昔は、学校にもよると思うんだけど、なんか水飲むサーバーがあるとか、あんまないとか、あとサーバーがあったとしても、休み時間に飲み、み飲む順番まで回ってこないとかさ、あんじゃんあれだって。一斉に休み時間になってさ、で、サーバーとかって言って各所に置いてあったとしても、 サーバーっていうのはあれよなんかあのなんかこう足で踏んでさなんか上から水がジー,ーって出るやつあのなんかこう紙コップとかで病院とかに置いてあるやつじゃなくてあの、うん、公共施設とかサウナとかさ風呂とかに行くとさなんか飲み物水,水があんじゃん水足で踏んづけてさ足で踏んづけてなんかこう口をガってやってじ直で飲むやつ。 あれが各所に設置してあってそれで飲むとしても一斉に休み時間になってでだからトイレに行くやつと飲む人と別れたとしても多分人数的に合わないからだから多分持っていくんだよ、うん、あれをあの飲み物水筒に入れて水筒っていうのはあのコカ・コーラのさサーモスの。 あれみたいなさサーモスみたいなやつのやつ水筒あれに入れての持っていくんだよ今の子今の子はっていうかまあ昔もそうなんだけどそれでなんかあのロックアイス入れてそうするとなんか冷たく冷たいお茶が飲めるって言ってすごいえらい喜んででロックうちはなんかのね あの冷蔵庫の勝手に氷みたいなやつはすごい、ね、気泡が入って嫌なんだよなんかなんか昔からロックアイスを買うタイプでだってもともとさ酒も飲まない酒も飲まないんだからさそんなみ水っていうかそのお,お茶払いええー、やんってそんななんかあの別にそこをさロックアイスを飲むからセレブとかそういうわけじゃないけどさ 神経質だからあのなんか氷水道水飲みたくないから水道水は飲みたくないそれは多分都会都会の人だったらみんな飲まないでしょ水道水多分東京どうなんだろう東京だから飲まないのか神奈川でも飲まない愛知県は絶対飲んだらダメでしょ味がなんか変だもん 愛知はね味が変東京と愛知は味が変神奈川はギリ飲める感じまあ、気にまあでもやだなっていう感じ愛知はマジにねカメが死んだから危険だってさ塩素を抜くためにちゃんと水をさ日光に当てて1時間ぐらいたって。 ててカルキみたいなやつを抜いてやったのカメちゃん死んだからねだから愛知は多分水が腐ってるダメだあそこはかな神奈川は大山とか山とかがあるんでまあまあいいんじゃないのって手前味噌でございますが豆腐とかさなんか結構水が重要な そばとか豆腐とかそういうのって水ありきで成り立っている食べ物が一応美味しいと言われるところだから多分大丈夫なんじゃない大山とかは豆腐大山豆腐とか言って豆腐が豆腐って大半あれ水でしょ水だからさこだわりがない人はそらあの遺伝子組み換えとかさ10円で豆腐買ったとか言ってどうやってる人とかいるけど。 豆腐って基本的にドラッグストアで買うもんじゃないからさ豆腐っていうのは、うん、どこで買うって豆腐屋ってあんまりないんだけどでもね自由が丘自由が丘っていう駅のちょっと行ったところに豆腐屋あったよやっなんかねセレブな街ほど豆腐屋を見かけるんだけど気のせいかなだから豆腐の需要があるんじゃないのみたいな。 だから高くしても豆腐を高くしても買ってくれる人がいるっていうじゃないかな自由が丘にあったよマジなんでこんなとこに豆腐屋があるんだろうってで豆腐屋だけどなんか多岐にわたって豆腐のなんか豆腐関連みたいなやつを扱ってるから多分商売的に成り立つからなんじゃないのみたいなお店におろすとかさ あと豆乳とかおからとかあとなんか揚げ,揚げ物みたいなやつあるんじゃん油揚げみたいなやつとかあれでなんかガンもどきとかなんか揚げる系とかもなんか高価格帯のものとかもうり豆,豆腐って安い豆腐イコール安いじゃないから豆腐って高いやつは高いからさマジでプライスレスだと思うよあの 成城石井かなんかに行けば多分350円とか500円とかそれ1000円の豆腐はないかもしれないけどでも350円の豆腐とかはあると思う普通にちょっと豆の味というか豆乳の味がちょっと濃いなみたいな感じの豆腐は350円以上しないとで350円で普通の豆腐だとちょっと噛むにどうしようかなと思いながらいやでも豆腐 うん,なんか食べるからいいかみたいな味噌汁に入れる豆腐だったらおかめ豆腐の,あの三連パックのやつあるんじゃんあのおかめ豆腐キャンペーンとかもやってるからさおかめ豆腐の濃い絹美人とかいうやつあれを買ったりとかするんだけどあと麻婆豆腐とかさ味がなんかどうでもよくなるやつちなみに私あの辛い食べ物食べないから <laughs> マジかよって辛い食べ物っていうかだから著しく軽い辛いやつね あの著しく辛いというのはマーボー豆腐みたいなやつああいうのとか食べないからさマーボー豆腐とかあと味噌汁の豆腐はそんなに高級じゃなくてもいいんじゃないのってでも湯豆腐みたいなやつか鍋に入れる豆腐とかあとなんかやっこで食べるとかすんげえ豆腐が食べたくて仕方がないとかそういう状況だったらやっぱり。 豆こだわるでしょ豆の味がする豆腐にするでしょ大豆大豆ってね高いんですよ子供があのー、なんか作ってたけど YouTube でもアップしてるのあるんだけど国産北海道国産大豆とかっていうのを買ってきてその大豆を煮て豆乳作ってそれをにがり入れて豆腐作るんだけど1個作るのにマジかよっていうぐらい大豆が高いんで基本的に。 だから10円で豆腐はできないよっていうのをなんか、うん、実感させたことがあったなんか俺はなんかこう YouTube かなんかで、ね、んかやるみたいなやつを自分でやってなんか豆腐作るぞとか言ってて豆腐作って1回目は大失敗したんだよなんか水の量間違えてそれはなんか桁間違えたみたいで100ミリのところをなんか 1, 1リットル入れてしくじって でなんか全然豆腐が固まらなくて豆乳としてでもな、ね、んでも飲んだらうまいとかなんかまあ失敗してもねその失敗をどう何かうカバーするかっていうかな切り替えるかが大事でじゃあ豆腐はできないけど固まれないけどでもじゃあそれをちょっと鍋の豆乳鍋みたいなやつにしようかとかあそしたらなんか普通に飲んだらうまいからこれは豆乳として飲むとか言って飲んだりとか。 まあそういうい感じ、物とか食べ物とかはなんか雑に扱ったらいけないっていうのは何としてでも教えたいなと思うからうーんなんかこうご飯残したりとか捨てたりとかそういうんじゃなくてなんか失敗したとしても食べ物食べれるんだったら何とかして食べようよみたいなそういうのをね心がけてるかなと。マジちょっと今 これちょっと1万円だよ1万円の商品券が当たるなんかなかなかないないよマジにすげえなんかすごいなんかななどうしちゃったのこんなにいっぱいいろいろ当たってやばいよやっぱ当たるとさ検証当選開始の時もさやれちゃうよね当たんないと逆にさ当たな,なんかもうん、ほんただのヨた話になっ検証って言ってるだけであんま検証の話してないじゃんお前みたいな でもまあ私の視聴者の人っておそらくもうこれ慣れてるでしょこれ2年ぐらいで毎日毎日やっててさ検証なんとかとかしてタイトルつけてる割にはあんま検証の話してないみたいなであれよプリムアンハムのさぬいぐるみのダフィオも来たじゃんあれそれでかつとディズニーランドも行けちゃうじゃんあれなんかうちのちびすけがすげえ楽しみにしてて すごいなんか、うん、楽しみにしみてたいやでも私は行きたくないからいやこ今年はね去年はちゃんと4枚当たったんだよ4枚だから3人で行ってで1枚分は別にヤフオクとかで売ったんじゃなくて1枚分はお金えっとなんかね旅行券にな,なった感じ行きたくない人は。 チケットを使わないで変装してくださいっていう感じだったから、あの、うん、変装して、そしたらなんか6000円分かなあの。旅行券が来たっていう感じ。ちょこれの前のさ、あ、あった、商品券。えー、なんだこれすげえな。ポカコーラのイオン。いや、マジね。 イオ,ンコカイオンでコカ・コーラは当たるよ。私今回すげえな。これこれ。だって1万3000円だろこれす昨日届いたのが1万。き1昨日届いたのが3000円ね。これちゃん多分 E 賞とか D 賞とかってあるから多分そのコカ・コーラの商品を買なんかこの。 多分多分これが500500 500円分とかさあーじゃあちょっと待ってみよ私マックスバリュー行ったかもマックスバリューかもえどっちだよっていやそれくらい覚えてないんだってマジにでもコカ・コーラねほんと当たるわなんでだろういやコカ・コーラの会社の株主だからですかって言っても今コカ・コーラってコカ・コーラジャパンと 北海道コカ・コーラの2つしか今多分会社として残ってなくてこれ多分コカ・コーラでもねコカ・コーラの私あの LINE の検証とかあとなんか LINE 系とか全然やってないのよなんかスイーツが当たるとか何が当たるとかだから多分こういうやつで当たると思うコカ・コーラのやつで LINE とかで当たったりとかすると 多分その時期に開催してるコカ・コーラの傾斜当たりませんとかなんか細かーい文字で注意書き書いてあるのあるじゃん,なん多分そういうシステムはあると思うのでうーん,なんまとりあえず私 LINE やらないんだわあんまりあの課金とかしないしもうケチとかそういう問題じゃなくてお金がないとかあるとかの問題じゃなくて自分の 納得したものじゃないものにはお金を使わないタイプなのでなんかだらだらさお金ない人ってだらだらお金使うじゃんビビるのがシングルマザーで子供を育てていてまあ働いてるんだけど子供がいてカツカツの生活をしてるのに YouTube とかで投げ銭する人とかマジありえないからそれでなんか自滅していくんだよ。 なんか先に払って後からあのか、ー、らクレジットカードだったりあとアップルコムとかから請求来て払えなくてうわって思った時にうわ来たっていう時にはあのもう収入と支出のバランスが悪くてダメっていう私は例えばスマホとかに。 た、まあ、例えば28万とか30万近いお金でか毎,毎年とか毎回2年に1回こう新しいのが出るじゃん。で買ってたらそれはもう月にしたらい1万ぐらいはそういうスマホとかにお金をかけてるみたいな感じに多分なると思うんだけど1年が12ヶ月でしょ。 ししたたらら、えー、年だったら24ヶ月でしょ1万円ずつ携帯のためにお金を貯金してるみたいな感覚で予算を、あのー、こう組んでいくとスマホ毎回毎回新しいのが出たら悩まず買うことができるあのそういう習慣っていうのかなそっかその1万円っていうのは結構あのため癖をつけないと1万円を毎月予算として いいいてて年間っていうのは割ときついと思いますあのまず手始めにお金を貯めたいと思うのであればまず1万円から月1万円からとかって言うけどその1万円をあの貯めていくこともなかなか難しいので生活がカツカツででも子供のためにとか将来のためにとかって思っている方がいるんだったら株とかの前に。 純金積は相場がかをやってなんか円安とかドル高とかダウが暴落したとか日経が落ちたとかでも結構強かったりとかするんでこれからどんなことが起こったとしてもやっぱ金の価値は下がってはいかないと思うんでが あのお金困ってなかったのはた,かたった月5,000円の純金積み立てをあのまあそれたまたまね結婚した時に結婚指輪なるものを作るじゃん私ははめてないけど黒子はさんははめてるのよ。なんでかっていうと男の人って結婚指輪が自己保身みたいな感じで変な女が来たとしても。 こう指輪してたら「あっ既婚なんだ」って言って散るらしいんだよ別に「君のことを愛している」とか「浮気しないから」とかじゃなくて普通に接待とか何,何とかで、ね、あの飲み屋に行ったりとかする時に分かりやすく指輪をしてると自己保身になるみたいなあと社会的な立場とかやっぱりなんかあのある程度年齢が超えていくと 結婚してるかしてないかっていうのは聞かないにしてもやっぱ結婚してる方がやっぱ安心するっていうところもう社会生活的になんか男はつけた方が面倒くさくないみたいで私はなぜつけないかというと単純に日々体重が増量してる剣とあと元々指輪をつけない貴金属とかあんまりねじゃらじゃらさせないタイプなんで。 あのイ,イヤリングとかさピア,スピアスの穴とか開けてないからなんかあのー、なんかピアスの穴開けるの嫌なんだよね痛そうじゃんっていうのもあるけどなんか、まあ、別に親にもらった体にとかそういうなんかおそこまですごい重いことを考えてるわけじゃないけど単純に耳に穴開けるの痛そうじゃんって。 あとだって耳に穴開けたのに針刺してるみたいな感じでこう刺してさそれでも痛そうじゃんなんかあとなんかイメージ的にこうなんかここに耳に穴開けてさこうなんかこうブ,ラブラブラってやってさそこに負荷がかかったら常に耳痛いじゃんって思うのとあと仕事柄上ヘッドホンすごいしてるからしたりイヤホンしたりとかするから邪魔、うん、っていう感じでございます。で 指輪に関してはまだ,だから料理作ったりとかするんで衛生的にダメでしょうみたいな。あのうん、衛生的には、ね、結構あの何て言うのかな栄養士とか調理士とかの基本は手洗いで爪のこういうなんか多分。 それは料理教室とかレベルでもそうだと思うけどまず行ったら手洗ってそのそれ調理師とか栄養士とかレベルになると多分爪のところもちゃんと洗いましょうの指導入るからであのー、指輪とかはやっぱりそこになんか汚れとかってそこから食中毒になったらみたいな考え方があるからまちょっとっていう感じ、うん、で私がたまたまその。 結婚指輪を作ったところが、あの田中貴金属だったんですわ。なんかあんまりあんまりこう考えてない。結婚指輪と婚約指輪っていうのが別で、結婚指輪っていうのがまあ、日々つけるさ、まあそんなに高くないさ指輪なわけよ、金の指輪みたいなやつ。金金じゃねえな、プラチナだな。プラチナです。プラチナ確か。 金じゃなくてプラチナ金は多分ばあちゃんとかがつけるじゃん。金プラチナとかばあちゃんとか金,金の指輪つけないプラチナだよねで石がついてるやつが婚約指輪で給料3ヶ月分とかって言うけどでもまあ実際まあでも私もらった時からそのなんか価値観とかさ物価が変わってるから昔の。 価格にしたら今その価値が上がってるとかそういうのがあるかもしれない。あとはさすごい失礼な話でさあのー、うちの黒子は次男なんだけど長男が結婚した時になんかもうあのー、親がなんか「これはすごいなんかの買いなのよ」とか言って。 買って買ったやつといつでも結婚できるみたいなさ「いやバカじゃねえの?」っていやでも長男結婚してからさ何年後には「お前結婚したんだよ」みたいな話からするとだけどあんまり金属にさこだわりとかなかったからさまあいいかみたいな。 なんか別に「結婚しました」とか言ってこうやってさ指でビラってやるとかそういうさポジションにいないタイプだったんで,で私とかまあ基本的にさそ何男と結婚しましたってビラビラってこうやる人って多分なんか自信がない人がやると思うんですわ。普通に絆があって こいつとと別に結婚ししたことをアピールしなくてもつうかさあのー、ほら人気商売ってわけではないけど隠してたよね結婚してることを。あんま言わなかったもうでも子供がいるってことで子供ができて生まれるのも,もうなんか最後の最後まであのー、バレず9ヶ月ぐらい3月11日の日仕事してたから。 で震災がどうのとかでなんか午前中のから午後午後午後ぐらいにちょっとやばいかも「帰って」って言われて「帰って」って言われてなんかタクシーで帰ったのよ東京の,あの千代田区から千代田区から東京から家まで帰ったわけよ。 だったっけなお金はタクシーチケットだったような気がするけどその辺は覚えてない何で帰んなきゃいけないのってでなんで車なんだろうみたいな感じで,まで昼間なのにって思ったんだけど帰って家に着いてちょっとたったしばらく経ったらあのもうやばかったみたいなだから多分夕方ぐらいがすごいやばかってで帰宅できない人が続出したのテレビで。 見たか知ったかとかっていう感じだったんで、まあ、その前にだからもうジャッジしてする人がいて帰れみたいな感じで昼過ぎぐらい1時ぐらいかなに帰ってちょうど家帰ってなんかやばいみたいなそれがあれだった震災だったんでね。あの時ででもあな,なんで 電車じゃなかっったんだろううていうのは妊婦だったからかなとかでもね私バレなかったんだよねあの妊娠し,してることとか全然あの浜浜崎あゆみみたいなさ感じあでもあれあの人ってさ妊娠してるのもバ,レバラさなかったし産んで2日目ぐらいにライブやってるでしょいいや私産んで1ヶ月ぐらいさ あの普通に生活できなかったぐらいダメージあったからさマジにでも震災あとだったんですごいなんか生理用品かなんかをか買うんだけどあれさはっきり言ってさ出産自然分娩で産んだ人ってあの1ヶ月半ぐらいずっと生理が続いてるみたいな感じになるから必要なんだよ 多いい時よみたいなややつつとかさ生理用品のやつがでもそれを買おうとしたらすげえ松清の店員に怒られてすっげえムカついたの。でも出産してすぐに薬局に寄ったのにもうクラクラしながら黒子がさ「生理用品はよう買えん」って「もうちょっと無理かも」って言うからさ じゃあって言って退院した時に車で店に横付けしてもらってでなんかもう足たどたどしくだよもう誰かタックルとかしてきたらもう絶対なんかもう死んでたぐらいのなんかたどたどしく歩くんだよあたどたどしく歩いてもう必要最小限の当線で松木岡なんかでそう生理用品を買ってうわって出したら 「一人一個までです」とか「二個までです」とか言われたからすっげえ嫌み言われてブチッって来たんだよブチッってであのって産後なんですけどみたいなでも産後ってお腹出てる人もすごいなんか妊婦ってブワーってお腹出るけど産んだらその分全部へこむわけじゃないんだけどでもバレなかったんだよそれ単純にデブだと思われてたのか単純に。 普通にデブな人だと認識されたのか、わかんないけど、それは喜ぶべきなのか、いや、でも、産んだばっかりなんですって言って、出産したばっかりだから必要なんですっていう胸を、店長レベルに言ったら、なんか OK で、なんか変えたんだけど胸に戦うとかする戦力とか全くなかった。 でご飯とかもさうち親に手伝ってもらったりとかしてなかったから,から,から退院して帰ってきた時のご飯はサルバトーレの出前なんかあの何じゃデリバリーあの時デリバリーやってたのってあんまなかったんだよ店ででサルバトーレのデリバリーもその11年前とかそんなに美味しくなくてパスタが。 まずかった時期もうマにもう二度とパスタは宅配とかデリバリーしないって心に決めてたから今回ウーバーイーツとか出前館とかですんごい何かあの何でも宅配で持ってきてくれるシステムができても信用してなかったまじにあんだけクソ高いのにすんごいまずかったっていうイメージがすごいあ,あるんで。 超もう無理みたいなあとは基本的になんかこう出前に対してトラウマがあるありすぎるからなんか家にこもって仕事をしてっ食べれるもの頼めるもの出前で持ってきてもらえるものがとにかく寿司寿司ラーメンピザしかなかったんでそのイメージがむちゃくちゃ あれで出前を頼むっていう発想がなんかもうその時の換金に家に換金して仕事をしたあの時期を想像するからもう無理あれは無理みたいなそれであれ相当寂しかったんだよなであの時がすごい寂しすぎてでもお金はむっちゃ持ってるんだけど家から出ないでさ出前で。 ご飯食べて仕事してた時期で、唯一なんか、唯一話し相手になってくれたのが、保険のおばちゃんだったんだよ、マジに。いや、あの時すげえ保険入っちゃってさ、本当に、いや、マジあれもなんか、こんなさ、若い姉ちゃんにさ、よう勧誘したな、お前は、みたいな。だから結構、若い時に保険入ったから、なんかね、すごかったよ。 保険のおばちゃん5人ぐらい変わってんだよそのおばちゃんどど保険のおばちゃんが亡くなるんだよ3だから地域移動で人が変わったのよりも3人ぐらい亡くなってんだよ。で保険のおばちゃんで外交みたいな感じで外交っていうかうちに来てるぐらいアグレッシブだったおそらく50代って。 ぐらいのおばちゃんんだったような気がするんだけどああいうおばちゃんって年齢不詳だからさでもそんなにすごい若くは見えないからでも50代ぐらいでやり手のおばちゃんで結構早く亡くなってるんだよで担当者がとかって言って「何でですか?」って「あ亡くなったんです」っていうの3回ぐらいあるよマジにそれがあったから余計怖くて朝は我が身みたいに思って 保険解約しないで見直さないで今に至ってもうなんかフィニッシュした感じあれってさ20年ぐらいさで終わる保険とか20年一括払いとかあるじゃんとはもういいんだよもう私は保険料払わなくていいからさ今から保険入ってやるでやると今から同じ保険入るとしたら月3万。 いくらとか入るようなまず金が手に入った時に来んのは保険のばちゃんとあとはまあでもお金持ってるからさ買い物にまずとりあえず車買おうみたいな感じでさまあ T シャツとジジパ,パンで T シャツでさ買いに行こうって言って,言ってあのディーラーに行ったらさ使用逮捕されたんだよマジに。 ネチ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 説明受けてさなんか市場みたいなしてさそれで何とかして半とかして半とかしてそれでも買わない人に一生懸命接客してるのにもうなんか3秒で買う人がここにいるのになぜ接客しないよお前はみたいな感じであとからそいつ担当になったんだけどネチネチってやった。 何あの時塩対応してさて人はそれはある程度見た目とか必要かもしんないけどでもさ「買いそうな人とか分かんなかったの?」とか言っ,て言ってねちねち責めて未だにだから付き合いがあるみたいなだからねちねち責めてるからだからなんかの家にいて車検全部やってもらって家に返してくれるとかそういうなんか無茶を いうこと聞きやってくれるみたいななんか感じなんかあとはねあればなんかまあだから車免許取ってすぐすぐ車買ってる勢いだったんで免許買ってすぐ車だから私ずーっと車乗ってんだよ免許取ってからずーっと車もともとバイ車の前にバイクだったんでまあ バイクの免許が先に取ってで、なかなか車の免許が取れなくて合宿免許かなんかでさ静岡に行っちゃったもんだからさ何で俺静岡に行ったのかも分かんないけどさすげえでもいい経験だったよあれがね浜名だ,ったんだ,よなだから浜名湖ファーム行った時に浜名湖のあの人に「浜名湖」浜浜名って。 自動車教習所なかかったですかってあの韓国系のところで超ぼったくりで団地が寮みたいな感じで住まわされて寮費とか言ってなんか宿泊費50008000円、えー、宿泊費4000円ぐらいでで教習料とか4000円ぐらいであれって合宿しても意味ないんだよねあの法律で決まっててさあの学科は結構まとめて。 何時間か7時間ぐらい学科は受けられるんだけど実地は2時間しか受けちゃダメとかあとねそもそも車の実地って2時間やっってて最速で取るって難しいよなんか無免許運転とかやってた人とかだったらすぐ取得できるけど私ね介護に運動神経がないんで言われても反応できなかったんだよねなんか。 すごい残念な人だったよ、ね、バイクはねバイクはバイクももう才能なかったよすっげえんで乗ってたのっていう謎なんだけどさ多分なんかその時に付き合って,た,ってった周りの友達がみんなバイク乗ってたからバイクだったんでしょうね絶対無理だよ今乗りますかって言ったら絶対無理ただ乗ったことがない,な,いなく過ごしてる 女の人よりも、まあ、男男家系で学校で男,と男ばっかりだったからで男友達ばっかりだったからバイクとか幅広く男がやること全部網羅して話がだからむちゃくちゃ合うんでバイク乗ってる人ともバイクの話できるしあとパチンコもやったでしょ競馬も極めパチンコも競馬も極めたしねあとはやってないのはね 協定みたいなチャリンコのやつはあれはんか人間が自転車走らせるやつだからあれはやってないけどまあまあパチンコと競馬をやってバイク乗れば大体のとこと話し合うでしょあとね麻雀はね自分ではできないんだけどやらないんだけど雀荘に入り浸って遊んでたんでうーん雀荘に入り浸って遊んでたのは え中学ぐらいの時「まあ、いいんですか?」っていう突っ込みどころがあるんだけど学校が結構あの明治大学の近くだったんで雀荘に明大の人がいてなんかすごいななん,かなんか理系の明治の人って結構いいやつ多かったんだよなだからあのそこのところあとなんか仕事でさ 生田とか読売ランドとかってあのスタジオとかあるからん,なんか仕事をしながらいたのかなんで大学にいたのかっていうのは明確にその時期のことは覚えてないけどジャンソ荘ね大三元っていうさあのあ生田に大三元っていうパチン,あパチンコ屋じゃなくて。 マージャン屋があって私はできないんだけどなんか大学生がずっといてそこでくっちゃべって居座ってみたいなあとね理系の人って大学の学校の中で暮らしてる人みたいな人がいたりとかするんだよん研究がどうのとかさそういうのでで今みたいにさ明大にさファミマがあるとかそういう時代ではなかった。 たんだけどまあ一通りのものが大学とかで変えたりとか何でなんか一定数大学に住んでる人いたんだよなんか部室みたいなところでなんか遊んでた気がするでじゃあそれで遊んでて大学生に食われたんですか中学生がイ行でしょみたいな感じになるかもしれないけどあの大学生は真面目だから。 あのそういうこともなく普通になんかあのうんなん,かなんか何してたんだろうなんか喋ってたような気がするであと勉強を教えてもらうでも勉強教えてもらうよりもんかくっゃべってたななんかなどうでもいいことだからなんか昔はそんなになんか未成年に対してさ何でもかんでもさ 食うっていうそういうあれではなかったと思うんだよなあ。うん。それ本人によるのかなと学校とかのさあれかよるのかな理系だったからそういうことを装飾系の人が多い感じながだったのよ。なんか理工学部で農学部の人じゃなくて理工学部で遊んでたんだよね。理工学部のなんか研究してる人。 なんかなんか研究してる人あのクオリティコントロールとかなんか品質管理のなんかデータを取るとかさなんかの、うん、感じのなんかなんかとにかく卒業するのにすごいなんか研究しなきゃいけないでデータをなんか取らなきゃいけないみたいななんか,なんかそ,うそういう感じのやつでなんかなんか大学生の論文を 代筆したみたみいな記憶もあるんでなんか大,大学のさなんか本みたいなってなんかそれを適当になんかこう抜いて感想を書くみたいなやつを書いたような気がするんだよなぁまあまあんまり間違いなく青学の銀行論っていうさ論文は書いたことはあるよ青学の人のなんか なんかのな,なんか授業に出る時昔はね別に中学生だろうが高校生だろうが大学とか勝手に入れたんだよ。学食とかも別に食べても全然大丈夫だったんでお金払えば食券買ってお金払えば誰でも今は多分大学生とかってセキュリティカードみたいな見せなきゃ多分ダメだと思う。なんかたまにに四ツ谷とかか通る時にあそこなんか あんちゃん上智大学かなんかがあってそ上智大学って門番みたいな人がいてさ絶対あそこえ学食食いたいからとかして絶対入れる雰囲気じゃないもんなんか,か多分ある時からセキュリティが強化されて大学関係ない人入っちゃいけないようになってるような気がしないでもない感じでここが3,000円なんで1万3,000円ね この与太話がね。お前長いぞっていや。でもさ色々いろいろ思いながらしながら話すとさ。なんか私ってさ。ゴールド免許だったんだよね。とかって言ってうち黒子と話した時に。なんかさ？ ビビリな運転するから、私がなんかん車の運転するとさ、右に行きたいのになかなか右に行けないとかさ、方向を変えたりするのがすごい難しくてなかなかできないんだけど、運転歴って大して変わらないし、大して変わらないっていうのは、年齢は黒子の方が上なんだけど、免許取って、免許取って車乗り始めたのが私の方が早いんだよ。で、奴は、 学生を終了してから免許取ったとかいう感じでかつそこから社会人になって己で車が買えるまでの時期があるからなんかちょっとやっとだったら私の方が免許歴長いんだよしかも現在私はゴールド免許で辞める時もうーん辞める時も辞める時もあの <laughs> 運転してんだよ マジに今,今なんか特にさ視野がどうのとかさ目がさちょっとなんかちょっと視力をおダメなんじゃねえのって思いつつもでもなんか。 老眼は別になんか視力のどってさ免許のさ更新の時のさ視力検査受かっちゃったのしょうがないじゃん絶対ことしてメガネとかやられんのかと思ったけど私に合うメガネがないの私に合うメガネは100円の100均で買ってくださいって宣言されちゃったからさあとはスマホあんまり見すぎるとそれは見えない 見えなくなくりますよって細かくなってさ「字が文字が消えるんです」って言って言ったら「それは誰だってそれはなんか20時間もさ画面見てたら見えなくなりますよ」目を酷使しすぎです」なんか言われてそれで終わりまた何かあのこうなんだろうハエがさこう飛んでるみたいな感じになったら来てくださいみたいなハエが飛ぶようになったらそれは単純に老眼とかそういうんじゃなくて目の。 毛細血管みたいなやつが。詰まってるとかちょっと傷んでるとか破裂してるとかそういう感じになってるらしいんだよ。なんかおかしいな。おかしいなみたいな。なんかそんなのだってさ。一応なんかまあ。それでも別に免許はオッケーなんだけど、まあでも泥臭く,くはなるよね。だから年取ってきたら？ まあそれはもうか動作もダメになるし視野とかも私この年でこのなんか免許返納ですねぐらいに言われたわけだからさ本当だから80のあの上級国民の人は免許返納すべきだったんでしょう80とか7 0七0でも失礼だよね免許返納したらどうですかっていうのは。 お前お前思いやり持てよってなんか煽りとかすんなよとかさ思ったけど心の狭いやつはえー、ねえー、なんかちょっととろくさいやつを見るとどうやるっていうことはね分かったね本当に人に言っちゃいけない言葉免許返納ねなんか自分がなんか自信なくなったらさ返納するんだからさ私さでっかい事故とか起こしたことないんだよ なんかでっかい故起こしたことないんだけどゴールド免許なんだよゴールド免許でまあでも一回一回バイクの時はバイクの時はさすがにねゴールドになれなかったなんかちょい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 捕まるんだよ私が捕まるのはなんか速度違反とかじゃなくてしょ,しょぼいやつよ 中とか,かバイクだからいいじゃんって思うとバイク容赦なくやられるから狙われんだよ。バイクにおける中金もう禁じてたよ。もう一撃だから6,000円とかさ食らうからさであとは、えー、指定通行区分違反マジ私は信号無視とかしないから指定通行区分違反ねこれね、まあ、結構ねあの、うん、取られる。 それでなんか石膏く6,000円とかととかさで1回でもやったらなんかゴールドに上がれなかったりとかでパイクをやめてからゴールドだよ偉いんだよ私はゴールド免許だよ私はで次の次の時次の時マジ免許返納してるかもしんないマジに。 ママジよマジよ免許返納マジ結構精神的になんかなんか結構根に持ってるよ私だから、ね、私に対して免許返納しろ言ったやつは多分なんか今後ずーっと根に持たれて「お前このクソバカとか言つってなんか憂さ晴らしのネタにされると思うがマジに許せん 言っちゃいいけななことなんで結構言われたのがね6月なんだけど6月なんだけどずっと忘れることなく心に引っかかってもやついて精神的ダメージを食らってますからね精神的ダメージ病んでたんだよマジに気が付かなかったでしょマジ病んでたのすげえ大変だったよ7月8月一番病んでただからね もう子どものご飯とかさ、うん、ちょっとほんとになんか定期的にちゃんと朝昼晩のなんか学校休みじゃんほんと本当自信なくてワタミの宅食とかにしたりとかしたりしたんだよあーんか分かったワタミの宅食なんで頼んだか,なんか適当な理由をさごまかして言ってたけど実は病んでいたっていうさもうね 買い物に行ったりとかか車乗ってどっか行ったりとかっていう自信がすっごいなくなってなんかもう病んでたわあの時。で徐々に今復活してなんかうん何かいじで検証も徐々にだから9月 4月の9月だ月らワタミの特色終わってからだよね多分買い物行,行きだしての集荷ですよ検証休んでもね休んだなりにまあまあロックオンが解除されるからさまあいいんじゃないのみたいなだから当て続けるのもなかなか難しいよっていう感じはいでこれ気になる箱何でしょうこれもね 検証関係ないだろうって思うかもしれないけどクリュウね検証関係あるんですよはいこちらフゲンディープモイストシャンプーこれはねえー、あなんかおまけくれるって書いてあったのたかがこれかよ三個買ったらおまけくれるって書いてあったからそれに乗ってさ勝ち綿じゃないから 私シャンプーオタクなんですよシャンプーオタクもう分かっている方も、えー、いらっしゃると思いますが私ねシャンプーオタクなんですよだからこういうさ新商品とかが出るとこういうパッケージかすパッケージがシンプルで中身に気合い入れてるシャンプーとかが いいのよ王子はいいのの分かってんのよでもさ毎回毎回ずっと王子屋を使い続けるそのなん,なんかこうのがもったいないんじゃないかなと思ってまあそこ髪の毛に命をかけてる人とかだったらなんか髪の毛、ね、ずっとそれを使い続ければいいだけの問題なんでおー元気出しとかな50%とか書いてあるの へーなんかねこれ先行発売とかっていうやつでえー頼んだんですけれどもこちらはですねインスタグラムで買った商品をアップしたら1万円分なんか買った商品の何か何割かをキャッシュバックみたいなキャンペーンで当たったやつのポイントを使ってええポイントを使って で、で買ったやつです請求なしでございますなので、えー、送料無料が適用されてますでインスタキャンペーン1000円引きクーポンインスタイ,インスタキャンペーン1000円引きすごいっしょこれこれ見せたら大丈夫なのかなこれねディープ モイストシャンプー3本セットいくらだと思うはいいくらだと思うこんなのさ見たらさ2000円ぐらいでしょっていう感じなんだけどもうちょい高い値段でこちらはですね3本セットで7020円でこれ3本セット買った人は なんかお試し5回分つきますよっていうから1本じゃなくて3本にしたわけよ。でここ「78月インスタキャンペーン1,000円引きクーポン」1枚1,000円引き換算で7,000円分引いてるから0円まだあと3,000円分使えるでしょうみたいな感じです。うん インスタの検証で当たったっやつ自分でだから、あのー、選んでしょみたいな感じでまあ、なるべく自分が株主だったりとかする会社とかの新製品とかなんかこう。 あなんかダイレクトメ,スメールみたいなの送ってきてまで買ってほしいんだな試してほしいんだなって思ったら気持ちが通じた時はなるべく買うようにしてるんですわケチじゃなくてねそのただだからそのただの例えばティーライフとかだったら株主優待行ってあのなんかハガキみたいなのが来てそれだけを頼んで一番なんか、あのー、そ,のそれだけしか頼まないでとかじゃなくて。 やっぱりなんかお金を落としてその会社のことを知るみたいな,なんかそういう感じですねこの会社はねすごいのがおすすめする理由の一つはあの「金券払い現金不要でお買い物」っていうシステムがあるんですよすごいと思いませんかこれ 多分ダウンロードとかもできるしこの番号で送ればいいだけの問題だと思うしここ電話したらすぐにこういうはがきとかくれ,くれたりとかするんで、えー、いいと思うんですけどあのケイマーの人において書き損じたえ切、ー、手じゃないね書き損じたはがきとか あと、ま、あ郵便はがき、年賀はがき、ここに書いてあるよね。年賀はがきなんかだったら、今の時期から、だいたいあの、販売開始してるわけじゃないですか。18日ぐらいからかな。それはもう、ドカンと1000円、1000枚ぐらい買って、で、あのー、ほら、あるんじゃん。あれ、あの、検証。あ、くじをやって、そのくじをさ、えー、楽しんだ後に、なんか、検証あったじゃん。<laughs> なんかビスケットの日の検証とかまああれはなキャンペーン事務局の優しいお姉様が一番多いのはお年玉年賀はがきで応募される方多いですって言っていって検証の抽選は、えーまあ、こ昨年はね昨年はえ w i t t e 検証ツイッターからの応募、えー、それから SNS からの応募ウェブからの応募、えー、あとははがきで書く人プラスあの専用の検証はがきからあの印刷されたやつあれで応募する人の4パターンに分かれてなんか比率を出して抽選しますって言ってたからこれで出すとっていう感じあと検証って感情無用なんで基本的にこれをさ 知り合いにさ年賀状の時期終わってからさこれを普通の通信手段としてあ絵はがきみたいに送ったらドン引きされるけど検証は全然これでいけちゃうのよだから結構まとめて買う人とか多かったりとかするこれをまとめて買うと単純に郵便局の人喜んでくれておまけくれてかつお年玉年賀はがきの抽選があって100枚に2枚だっけやなんか切手シートは当たるでしょ。 でえー、あとはねふるさと小包まで行くと1 0 0 0枚連番で買ってもなかなか当たんないんじゃないでちなみになんか200枚買うと1枚なんかあの抽選できふるさと小包が当たる抽選になんか郵便局がやってる検証で郵便局って。 すごいなんか私たちが想像を絶する規模なので全国区のレ,レベルなので郵便局の検証なんか応募するやつは当たんないですよ当たる可能性がしないもんただ切って貼れって書いてあったような気がするからいや切って貼っても あんなの出しても絶対当たんないっていうあれ当たったらそれこそすっげえハイパワーの持ち主なんじゃねえのって思います私年賀はがきでお年玉年賀はがきで一番あった一番上のものが当たったのはふるさと小包みだったような気がするふるさと小包みが5個ぐらい当たったことがあるのが 自慢かなえその年のなんか普通にナチュラルに送ってきてくれた人からので5個ぐらい当たったっていうでも1等とかもっとさすがいんか商品の偉,偉いやつなんか高いやつなんかテレビだのなんとかだのとかってそれは当たったことないんだけどあのー、ふるさと小包には当たったことあるあと結構郵便局のあのー。 保険漢方とかっていうやつのあれで,でなんか郵便局が窓口になってて東京海上日常どうかなんかの,あのアスリートかなんかえがあれしてるなんか検証とかも郵便局ってね普通のスーパーのさ30店舗とかさスーパーあるし30店舗でしょ。 あーなんかで相鉄ゼンとかだって50店舗あるかないかとかでもそういうレベルじゃないからその町内に何個あるんですか全国で何個あるんですかみたいな感じになるからまあ当たんねえよねあんなの応募したってまあ当たんねえよねで応募して忘れてるっていうああそういえば応募したことあるわ200枚に1枚で郵便局員の人がくれて あのー、応募したやつ一回もやったことねえわっていうのとあとはねかんかん保険関係のやつなんか、うん、ちゃんと車検とかちゃんと書いてさあれしてさなんか、うん、東京海上日動の契約してる、うん、アスリートの人水泳のアスリートの人のなんかが当たるみたいなやつもう当たってないし。いや保険ととかかさ、さあんなのとかさ なんかいちいちあそこまで個人情報を書くんだから当たるでしょうとか思ったやつも当たんないからね。郵便局は普通の企業の何兆倍もすごい利用者が多いっていうさ、うん、ことを実感しました。はい。ということで、えー、これ楽しみですね。この、不原、うん、シャンプー。これでさ、 中身が王子やみたいな感じだったらマジ感動、うん。ディープモイストシャンプー。これ限定なんだって。じゃあちょっと使ってみたいと思います。あとは、あとは友達にあげよう1個。これ限定なんだよみたいな。ちょっと、うん。これなんか。 友達,友達に1個あげて,とかってそれで買ってみたこれも一応検証だからね自分で選んでっていうやつで,でおプレミア版がにクレーボスティーにしようかなと思ったんだけど今の時期からはちょっとあのなんだあれがは始まるじゃん伊藤園の検証のやつで1000円以上あ1000円以上とか 伊藤園300円で1000円買えっていうやつで、ルイボスティのやつ、まあちっちゃい方のやつ買えば498円だから、あれ1個買って、あと500円好きなもの買って、え検証でどうすればいいかなみたいな感じで、まあルイボスティはティーライフから頼んでおりません。ということで、えー、今回はですね、もう単純に今、疲れてる。 ななんんんかだんだ眠くってきたさすがに私も眠くなってきたよ <laughs> よかったこのまま寝ないんじゃないの私って思ってたけどいやー今回の開封はねすごい商品券1万円これはやばいよマジにだってこのさふっかふっかご機嫌 UFO ペットベッドが仮に2000円で売れたとしても 4個あるじゃんこんなクソでかわいいこの山よりも価値があるっていうな、映してないのに何ですかって思うかもしれないけどこれ今こんな状態なのよこれ先が見えねえんだよ先がこれカルビー大収穫祭その下があのー、じゃがいもでで上がこれがほら、ね、エバラのレシピスタンドイケメンのね 若い兄ちゃんのレシピスタンド。これ、KO。UFO。もう、ここ、これ、映んなよ、もう。ここで止めたよ、もう。インスタも。もしちょっとなんかひねりないのって思ったんだけど。ない、ない、ひねりも作ってる。あれはない。ひねりよりも私はね、速さを速度の方がいいかなと思ったから、いいでございます。っていうことで、なんかヘロヘロになりながらね。あー。 もうこの苦しみの後まあとのこの幸せっていうのかな,なんかこうこういうねなんか人生には波があるんでやっぱ今もしちょっとああちょっと不調だなとか悩んでるなとか悩んでない人っていないと思うんだよなんかどこ行こうが仕事行こうが何しようが。 必ず自分に合わない人っているからさ合わない人に苦しめられてる日々もあのー、そのうちルテンすんのよ万物はルテンすみたいなそのスパンが長いとさダメージ強いけどでもまず最長さあの嫌がらせ4年ぐらい続いた嫌がらせもさなんとかその乗り切ってさもう今また新たな嫌なことは、えー、6月で。 いいあ起こったのが6月でちょうど今1ヶ月目あ、違うな6月でちょうど今15日とかだったら、まあ、事件が起こったのが6月15日とかそれぐらいだとしたら4ヶ月でもうなんか「復活!」みたいな感じになってるから多分多分吹っ,っ切れてるからまだちょっとむやもや,もやむかついてはいるけど、まあ、こっからもう上がるしかないっていう状態だったんで。 なんかほんとなんか買い物とかする元気もなかったしあのほんとそれいや,いやちょっとマジこの人病んでたのあの時期って思うんだったらぜひこの6月からのですねちょうどね体調を崩した時ぐらい体調崩した時のショートをアップした後ぐらいからもうずーっと地獄だった、はあ、いやー いやーよく。買い物に行けるくらいになってからは、まあ、復活したんでしょう、みたいな感じだったけど、でも、なんか本当に、ふわふわした感じで、なんか、なんかもう別にっていう。で、とどめになんか、血圧がまで言われちゃってさ、いやーでもこの血圧がさ、精神的なストレスでさ、無駄誰しよう、みたいな。で、今は、今、今は、すごい、あの、食欲がないっていう。 いやでもこの食欲がないのはいやもう私はラッキーと捉えてるからさこれマジフラグ立ってんじゃねみたいなだからどう考えたってさ運動してさ頑張る以前に食べる量が減ったらそれ自動的に痩せるでしょみたいなだ私さちょなんか何だろう次に会うことあんのか分かんないけどさ次にあの私のさこう 苦労したた時に支えてくれたさあの人に会った時に「なんかげっそりしましたね」って言われるのが夢なんだよ。「げっそりしましたね」ってど,どれくらいの短期間でげっそりするのかわかんないまあげっそりしたんじゃねえの?」ってあの時何月に会ったかな6月に会って以来やってないから多分ねちょっとげっそりしてると思うよ。入って食事があんまり 食欲がなかったから、で、なかったからじゃないんで、今も継続して食欲がないお腹空すいてても食べるなんかのがめんどくさいモードに入ってるから、いや、これは多分、あちょっと今ね、この三脚を持ってるからさそ、それもね、よく考えようって、物事をいい風に捉えるっていうことは、すごい強みですよ。不、う、幸、ん、があったとしても強みで、うん。 あとはなんかこう親に乗ってみてみ自分が親になってみて自分がやられることに対してはまあ我慢できるしようと思えばむかつくけど子供が巻き込んだ場合は容赦なく行くぞみたいなマジだからあのカラスの巣とかイノシシとかねいたの赤ちゃんとかいたりとかしたら絶 触っちゃダメだよマジに。カラスの子供なんか絶対触っちゃダメだよ。カラスの子供は一応赤ちゃんだから多分可愛いと思うね。巣から落ちたカラスなんかじゃん。あら、触ろうもんならもう多分、ね、頭、マジ。血出るくらい疲れかね。怖いよ、カラスは。子供をなんか、あの、あれしちゃダメよ。親にとって子供はそれくらい重要だから。なんかも自分の命より大事だから。 もう命がけで守れない親なんか親じゃないでこのなんかその子育てをしてもう私は今11歳でしょ子供が11歳でさあもうだいぶこれからまたはこれから反抗期になっていくらしいんだけどさあ親と一緒にいたくないって言われちゃうらしいんだけどでギリギリまで一緒にいようかなと思って。 もうだかからスーパーパとかも連れて行くだってもう生きてくれないくなるまであとカウントダウンなんだもんそれからす反抗期がだ14歳15歳とかだったら今14歳だったあと3年しかないんだよ。とから一緒にいるよマジに。でこれでなんか一緒に買い物行ったとしても悪態つきまくって変なもの買わされて結構大変なんだけど。 もうちょっと小学校低学年の時はもうちょっと従順に親から離れなかったりとかしてたのよ。で幼稚園児なんかはもうもうカルガモみたいに親の後をタカタカついてきてたのよ。ね。ベビーカーとかなんかだったら四六時中一緒にいるわけよ。だからこういう可愛いい時期ほんと赤ちゃんから3歳までの時期は1分1秒たりとも。 離れたただよ見ほいい本当に私子供が幼稚園に行く時すっげえんか寂しかったもんあ行っちゃったよみたいな実際はねずーっと一緒にいると自分の仕事っていうかなんかほらーなんかいろいろやりたいことが子供がいるからできないとかさすごいやあるんだけどでもなんかそんなことに変え難い子供の成長とか があるわけですよなんかもう日々日々顔変わるからほんと赤ちゃんとにかく新生児なんかも毎日顔変わるじゃん,んなんかもう変わるじゃん1歳とかも変わるじゃん2歳も変わるじゃん3歳ぐらいも変わるのよ。例いば今日喋ったとか何を先に言ったとかそういうさ例えば。 あ喋るのって大体2歳ぐらいだったと思うけど、2歳ぐらいの時に初めて喋った言葉、一緒にいなかったら分かんないでしょ、これ。保育園に預けちゃったらさ、保育園の人がさ、朝から夕方ぐらいまで面倒見てる間に、何喋ったかってさ、そんなの自分で聞かなきゃ信用できんじゃん。ママって言いました、今日とか言われてもさ、本当かよってな、じゃ自分でママって言ったんだったら自分で聞きたいよね。ちなみに宇宙のちびのすけは、 一番最初に言ったのが、パパ。か <laughs> つパパ言いやすいみたい。<laughs> で、私のことはママとは言わず、おったーたんって言ってました。おったーたんって。おったーたんで。今は母ちゃん。今は母ちゃん。おったーたんって言って。じゃあ、ちっちゃい時。おったーたん。おったーたんって言って。で、なんか、その、幼児語みたいなやつもさ、すんごいなんか、 可愛いし何言ったかちょっと忘れちゃってるんだけどでもなんか幼児語はかわいいしさあと今はねなんか私が言っている話のなんかちょっと小難しい単語をどうやって理解するかもうそれ知らないよみたいな感じをどうやってカバーしてなんかこう知っていくかになんかやつはなんか。うん なんか普通に会話成立するんだけどたまに単語で「えそれ何?」って聞き返してくることがあってで独自になんか「あちょっと分かんねえんだよな母ちゃんの説明だと分かんねえんだよな」ってなった時は自分でなんかスマホでググって調べてたりとかしてたりとかしてなんか最近私はなんか小泉進次郎は学歴が残念って言ったら小泉進次郎についてすげえ調べててなんか。 環境大臣としてのこの時の発言がどうたらこうたらとか言っててこれはなんかバカだよねとかこういうのいいバカなんだよねみたいななんかうんちくつけて一生懸命私にね言ってきてるすげえかわいいでしょなんかあとね高血圧になるとねえ普通の人の心臓よりも 50g 多い,いんだってとか言って,言ってすんげえんかそれ3回ぐらい言ってんだよ もうあの「耳たこを聞きました」「へーとか言って言うんじゃなくて毎回驚いた感じで「そうなんだー」ってあの東急リバブルの人みたいに「へーそうなんだ」「知らなかったー」って言うとすげえ気持ちよくテンション高くなんかなんかうんまさかなんかテンション高くなんか。 気持ちよさそうな顔してるからうわ男と子供はおだてた方がいいわって思ったいろんなこと教えてくれるんだもんだってだかっ勝手に自分で調べてさそれそういうことをすることでなんかちょっとずついろんなことを知って自分で調べて知ることの方が重要だから人から聞いたことをなんか調べないで鵜呑みにするのを習慣化すると手間はさ なんか、ね、はしょれるんだろうけどガセネタつかまされる時にさ困んじゃんデマ拡散してさ「それは間違ってるぜデマだぜ」とか言われてさ下手したら訴えられちゃったりとかしたらいい最悪じゃんだから自分で調べて自分でなんかこう知識をさこうつけていくっていうのがいいんじゃないかなって <laughs> それは親がさ仕掛けていくこと そそうなんだへーそうなななんんだだえ知らないってないろんなこと子供のよりも知ってるんだけどわざわざ難しいこと言ってみたりとかでそれで子供が調べて「はって分かった時はなんか大げさに褒めてやるとか,でなんかあのそれに関連付けた質問を投げかけとくとやつは「知らない」って言えないから必死こいて調べて勝手に勉強するっていうこのなんだろうこういうなんか学習の仕方っていうのかな。 すごくねいいんだよ、うん。ということで本日もですね検証から逸脱したですねなんかダラダラ話いやーマジこれほんとすごいわ自分に褒めてやろうや多分今日なんかあれなんだろうね明日どっか行かなきゃいけないとか思ったら興奮して寝れなかったんだよそれをいかんなく発揮して寝れないんだったら動画を撮ろうで撮ってみました、えー、なんか個別に検証があって これどうやったら当たるのっていうのをね言ってくれてもなんとかその検証を調べて「あこうですよ」って答えたりとかできるようになりたいなと思います。えー、ということで本日もご視聴ありがとうございました